お前の行動さん探しの件だがな、しばらく様子を見ようと思う。長州の連中が不穏な動きを見せている。本来ならお前を外に出せる時期じゃない。というわけで、今日からこいつを巡察に連れて行くのは取りやめだ。なるほどね。だから当番の俺らが呼ばれたってわけか。でも今までだってこいつが巡察に迷惑をかけたこともないし、別にいいんじゃないかな。そうそう、僕たちに何かあっても関わらないようにしてくれればそれでいいし、どさくさに紛れて逃げ出すこともないしね。危険を承知でついてくるって言うなら、僕の一番組に同行してくれて構わないよ。それに行動さんらしい人を見たっていう証言もあるしね。確かにそういう証言もある。だが危険だと分かってるところにミスミス出すこともねえだろ。分かってるのか、お前らの足を引っ張りかねねえんだぞ。市中を巡察する組長の指示には必ず従え。行くか行かないかはお前が好きに判断しろ。何がまさかなんですか？
私が寝たきりの病人か何かのような言い方はよしてください。何の問題もありませんよ。もっとも左腕は寝たきりですがね。君こそ部屋を出ていていいんですか？豚所内を勝手に動き回られては困ります。から逃れて一人とは何か企んでいることでもあるみたいですよ。ありがとうございます。君も体調には気をつけてくださいね。長州の患者を捕まえたんだけどよ、なかなか口を割らねえらしいんだ。土方さんが直々に相手をすることになったんだが、道具が足りないって言うから持ってくところよ。こういうことは分からねえ方が幸せだって。あいつがようやく口を割ってさ、今夜長州の奴らが会合するらしいんだ。で、俺らは討ち入り準備中ってわけ。土方さんたちの行く四国屋が当たりっぽいよ。俺は逆方向だから、ちょっと残念だな。肝心な時に暑さで腹を壊す奴らが多くて困ってるんだよ。会津藩や諸次第にも連絡入れたんだけど、動いてくれる気配がないんだよな。もちろん名目上のことですが、私は局長から豚所の守護を仕切るよう仰せつかりました。手薄になった新選組の豚所が何者かに狙われないとも限りません。君は私の目が届く範囲にいてください。非常時には適宜私から指示を出します。普通で寝込んでいる大使よりは私の方がまだ使い物になりますから。
三男総長、奴らの会合場所が池田屋と判明いたしました。それは困りましたね。新選組は意外と賭け事に弱いのかもしれません。山崎君、一つ面倒を頼まれてくれますか。まず敵の所在は池田屋であると、四国屋へ向かった土方君に伝えてください。そして大変お手数なのですが、その伝令にはその子も同行させてほしい。足手まといといえども人数には変わりませんよ。伝令に向かう途中、他の浪士に足止めされるかもしれません。それ以外にも長州側の遠兵が存在する可能性もあります。もし伝令の道中に敵と遭遇したのなら、土方君との合流も遅れてしまうでしょう。自分が長州遠兵の足止めを行い、最悪は彼女だけでも土方隊に合流させようと。もちろん山崎君が失敗するとは思っていませんよ。我々には人手が足りず、君には仕事が多い。会津藩や諸子大への連絡も担ってもらわねばなりませんから。確か雪村君だったな。護身程度の術なら身につけていると聞いたが、残念ながら君の安全は保証できない。それで構わないというのであれば俺に同行してくれ。では総長命令しかと受けたまわりました。全力で俺についてこい。何があってもこの通りを走り抜けろ。後ろを振り向く必要はない。君は知らなくてもいい。バカなことを言うな。君がここに残って何ができる。引きつける役ならば俺がやる。走れ。君は惑うな。じきに合流できる。城の回復を目指してこのまま走れ。
何やってんだてめえは。大丈夫か。勝手に豚所から出てると土方さんに怒られるぞ。本命はあっちか。敵の会合場所は池田屋であると。三男さんなら脱走を見過ごさねえ。つまりこいつは早朝命令で豚所を出たってことだ。よく俺らと合流できたな。今日の地理には詳しくないんだろう。合図や諸次第はどうなった。もう池田屋に行ってるのか。斎藤と原田は隊を率いて池田屋へ向かえ。俺はよそで別件を処理しておく。あんたもこれ以上の単独行動は危険だ。俺たちか副長かどちらかに同行しろ。俺は正面から突入する。分かった。俺は裏に回るぜ。俺の前に出る。戦う、守る、邪魔なんだ。あんたに死なれても寝覚めが悪い。俺の仕事はあんたを守ることじゃない。突入する。各自俺に続け。斎藤君、来てくれたか。これは心強い援軍だな。俺は大丈夫だ。2階の掃除を見てやってくれ。よう斎藤、残念だったな。おいしいとこはもらっちまったぜ。今日は譲ってやる。切り合いだからな。そりゃ怪我もするさ。中庭に倒れてる平助なんざひでえもんだ。この池田屋から誰一人逃がすな。手加減無用。手向かいする者は全て切れ。怪我人の救護ができるか。あんたは医者の娘だろ。
すみません、こちらが新選組の豚書ですか？君は。あ、やっぱりトシさん。八郎です。お久しぶりです。おめえは八郎か。なんだってこんなところにいるんだ。驚きました。幕名で教室に来てるんです。それより新選組って本当にトシさんたちのことだったんですね。この目で見るまでは信じられなかったけど、おめでとうございます。本当に侍になれたんですね。おい、冷やかすなよ。まだ扱いは浪人と同じなんだからよ。でも侍になりたいって夢が叶ったじゃないですか。冷やかすなって言ってんだろ。いいえ、江戸じゃ泣く子も黙る新選組といったらとても有名なんですよ。それに池田屋の話も聞いています。皆さんとてもご活躍だったみたいですね。ま、ぼちぼちってところ。初めてだったな。まだ名乗っていませんでしたね。僕、伊庭八郎と言います。幕府直参旗本で大番士奥詰役を務めています。改めてよろしくお願いします。まあ立ち話もなんだ、中に入ってくれ。今日に来たのは奥詰めの仕事ってわけか。ずいぶんと出世したみてえだな。奥詰めってのはな、将軍の身辺を守る奴らのこと。いえいえ、そんなことありません。父の仕事の縁でたまたまなんです。お前の考えてることはわかるぜ。なんで俺と知り合いかってこと。旗本であると同時に江戸じゃ四本指に入る道場の一つ、新行棟流伊庭道場の跡取り息子だ。その伊庭道場と俺たちがいた道場とはそこそこ交流があってな。その縁だ。ええ、そうなんです。だからトシさんたちがいる京に来ることになってとても楽しみにしていたんです。勝手に喜んでろ。だが覚えとけよ、今日はそんなに楽しいところじゃねえから。はい、肝に銘じておきます。でもそんなに危険なのに女の子でも大使が務まるんですか？もしかして秘密だったんですか？こいつはちょいと訳ありで預かってて、表向きは男ってことになった。新選組でも一部の奴らしか知らないことだ。だからここでも下手なことを口にしないでくれ。わかりました。
トシさんがそう言うなら守りますよ。おいおい、八郎じゃねえか。聞いたことがある声だと思ったらお前だったのか。新八さん、原田さん、それに皆さんもお久しぶりです。そうか、お前も京に来たのか。武者修行か、それとも京見物か。なわけねえし、お偉いさんの護衛とか視察なんだろ。まあはい、そういうところですね。あんたが京に来るとなると、それなりの職務に就いたということか。ふーん、君も京に来たんだ。ま、死なない程度に気をつけなよ。助言ありがとう、覚えておきます。じゃあ今度飲みに行くか。なんなら今からでもいいんだぜ。あいつは旗本で伊庭道場の跡取り息子のくせに、何が気に入ったのか知らねえが、俺たちとつるみやがってな。ちょっとした顔なじみだ。訪ねてきたら中に通してやってくれ。それじゃあまたね。そうだぜ。それがどうかしたのか。まあ、ピンから霧まで大事も様々だな。辻斬りや追い剥ぎはもちろん、食い逃げも捕まえるし、喧嘩も止める。商家を脅して金を奪おうとする奴らも俺ら新選組が取り締まってる。親父さんの情報、なんか手に入ったか。なんか来顔すんなって。今日がダメでも明日がある。そうだろ。で、新八、そっちはどうだ。何か異常でもあったか。いや、なんも。けど、やっぱり町人たちの様子がせわしねえな。戦火に巻き込まれる前に今日から避難し始めてるってとこか。そういや、まだ教えていなかったな。長州の奴らが京に集まってきてんだよ。その関係で
俺らも警戒強化中ってわけだ。池田屋の件で長州を怒らせちまったからな。あいつらの仲間から犠牲が出ちまったし、黙ってられないんだろうよ。さあな、まだはっきりしたことはわからねえ。どっちにせよ、俺たちは俺たちの仕事をする。長州の連中が今日に来ても追い返すだけさ。長州と戦か。もしかすると近いうちに上から出動命令が出るかもしれねえな。なあ、正式に幕府の一部隊として参加することになるかもな。そんな機会めったにないからな。せっかくだからお前も出てみるか。気持ちよく分かったぜ。もしその時が来たら、お前も参加できるよう俺も応援してやるよ。すまねえな。ありがとうよ。すまねえな。そうやってるとまるで故障みたいだな。ありがとう雪村君。すまないね、こんな仕事まで頼んでしまって。ぬるいかな。人数分のお茶を用意してぬるくなったんだね。君らしいって言えば君らしいけど。いいって、俺ぬるい方が好きだな。すぐに飲めるしな。あはじめくん。うん、そうだな。こうも暑い日にはぬるめの茶もいいかもしれん。会津藩から正式な要請が下った。ただいまより我ら新選組は総員出陣の準備を開始する。おー、ついに会津藩も我らの働きをお認めくださったのだな。はしゃいでる暇はねえんだ。てめえら、とっとと準備しやがれ。長州の奴らはとっくに京に来てるんだ。俺たちが遅れてどうする。た、てめえの尻に火がついてから俺らを召喚しても後手だろうがよ。沖田君と東堂君は豚所で待機してください。不服でしょうが私もご一緒しますので。池田屋での負傷が癒えていないように、私の腕も思うように動きませんか。傷が治っていないわけじゃないですけどね、僕の場合。でも確かに本調子じゃないかな。休んでいろって言うなら休みますけど。俺だって別に大した怪我じゃないけどさ、近藤さんたちが過保護すぎるんだって。大した怪我じゃないとか嘘つくなよ。昨日も傷口に薬を塗られて悲鳴上げてただろう。
うわ、そういうこと言う。佐野さんは武士の情けとかないの？だが悲鳴あげたってのは本当なんだろう？なあ。ちょっとそういうこと聞くなって。黙っててくれたっていいだろ。そういえば、もし新選組が出陣することになったら一緒に参加したいとか言ってたよな。おお、そうだな。こんな機会は二度とないかもしれん。え、そいつが行くなら俺も行った方がいいんじゃないか。怪我が治ってねえんだろ。豚所で留守番をしてろって。よかったじゃねえか。今度も無事で済む保証はねえんだ。お前は豚所でおとなしくしてろ。君は新選組の足を引っ張るつもりですか？遊びで同行していいものではありませんよ。三男総長、それは彼女が迷惑をかけなければ同行を許可するという意味の発言ですか？まさか斉藤君まで彼女を参加させたいというつもりですか？彼女は池田屋事件において我々新選組の助けとなりました。働きのみを評価するのであれば一概に足手まといとも言えないかと。よし、わかった。君の参加に関しては俺が全責任を持とう。もちろん同行を希望するのであればだが。戦場に行くんだって分かってるなら、あとは君の好きにすればいいと思うよ。会津中将松平片森様をお預かり、新選組京都守護職の要請により長谷参陣申した。要請だと？そのような連絡は届いておらん。我らには会津藩からの正式な書状がある。上の者に取り継いでいただければ。取り継ごうとも回答は同じだ。さあ帰れ。身風呂ごときに用はないわ。まあ、お前が落ち込むことじゃないさ。俺たちの扱いなんざいつもこんなもんだ。
だがここはこらえてくれ。俺らが諸子大に対して下手に騒げば会津の顔を潰しちまうかもしれないしな。局長、諸子大では話になりません。奉行所を離れ会津藩と合流してはいかがでしょうか。ここを離れるだと？戦場で軍令を無視して何とするつもりだ。局長、戦場では伝令が交錯するものです。自ら動くなど愚の骨頂。今はこの場で待機すべきものと考えます。ここが我らに与えられた陣ならばその話わからんでもない。だが今は我が新選組の身体に関わる問題でもある。君は新選組の戦奉行であるこの私に向かって意見を言うつもりか？いや、斉藤君の言うことにも一理ある。我が新選組はこれより守護職が設営している陣を探す。新選組が我々会津藩と共に待機だと？そんな連絡は受けていない。すまんが藩邸へ問い合わせてくれるか。あ？お前らんとこの藩邸が新選組は九条ヶ浦へ行けって言ったんだよ。その俺らを適当に扱うってのは新選組を呼びつけたお前らの上司をないがしろにする行為だって分かってんのか？それは私に言われても。陣営の責任者と話がしたい。上に取り次いでいただけますかな。どうやらここの会津藩の兵たちは主戦力じゃなくただの予備兵らしい。会津藩の主だった兵たちは蛤御門の方を守っているそうだ。豚所に来た伝令の話じゃ一刻を争う事態だったんじゃねえのか。状況が動き次第即座に戦場へ馳せる。今の俺たちにできるのはそれだけだ。休むなら言えよ。俺の膝くらいなら貸してやる。行くぞ。待たんか新選組。我々は待機を命じられているのだぞ。待てだと？待機するために待機してんのか。御所を守るために待機してたんじゃねえのか。長州の野郎どもが攻め込んできたら援軍に行くための待機だろうが。
しかし出動命令はまだ。自分の仕事に一かけらでも誇りがあるならてめえらも待機だうんぬん言わずに動きやがれ。ハマグリ顧問を目指す。ハマグリ顧問では激しい戦闘が始まっているだろう。あんたも今のうちに気を引き締めておけ。天使様の御所に陥るなど、長州は一体何を考えているのだ。やっていることがよくわからんね。長州は尊王派のはずなんだがな。夜半から朝方にかけてハマグリ顧問へ押しかけた長州勢は会津と薩摩の兵力により退けられた模様。薩摩が会津の手助けだ。世の中変われば変わるもんだろう。あんなに仲が悪かったはずなのに。長州が共通の敵となっただけか。入り方さん、公家顧問の方にはまだ長州の奴らが残ってるらしいぜ。副長、今回の御所襲撃の中心人物らが天王山に撤退しているそうです。てめえら、今から忙しくなる。あら、隊を率いて公家顧問へ向かい、長州の残党どもを追い返せ。ないよ。斎藤と山崎は状況の確認を頼む。当初の予定通り、この浜栗顧問の守備に当たる。承知。はい。それから大将、あんたには大仕事がある。手間だろうが、会津の上層部に掛け合って追討の許可をもらってきてくれ。長州軍の追討だな。天王山に向かった奴ら以外にも廃山兵が商家におしがりしながら落ち延びるんだろう。追討するのは俺らも京を離れることも、その許可をもらいに行けるのは。局長である俺が行けばきっと守護職も取り合ってくれるだろう。
さんも守護職邸に行く近藤さんと同行して大将が暴走しないように見張ってみてくれ。あいよ、任されました。残りの者は俺と共に天王山へ向かう。それから好きな場所に同行しろ。だが近藤さんについていくのはなしだ。まずは新選組の者として会津の責任者へ挨拶が必要か。よろしければ自分が行きます。上層部も混乱していますから、今回の我々の行動を咎めることもないと思います。わかった。会津藩の対応は山崎に一任する。問題が生じたなら俺を呼んでくれ。おそらくは手柄の取り合いだろう。愚かなことだ。何かと思えば新選組ではないか。こんな者どもまで招集していたとは。やはり会津藩はふぬけばかりだな。浪人の手を借りねば戦うこともできんのか。世まいごとに耳を貸すな。ただ己の務めを果たせ。己薩摩、我が会津を愚弄するつもりか。なんだ、貴様が相手になるか。やめた方がいい。あんたとその者では腕が違いすぎる。池田屋では迷惑をかけましたな。確か東堂という名の青年にお相手いただきましたが、怪我の治りが良くないのであれば、加減ができずにすまなかったと伝えてください。池田屋で平助を倒したのはあんたか。なるほど、それならば合点がゆく。大方薩摩藩の密偵として、あの夜も長州勢の動きを探っていたのだ。あんたは新選組に仇を成した。俺から見れば平助の仇ということになる。しかし今の私には君たち新選組と戦う理由がありません。
俺とて騒ぎを起こすつもりはない。この場はあんたたちと目的を同じにしているはずだ。だが侮辱に侮辱を重ねるのであれば、我ら新選組も会津藩も動かざるを得ない。こちらが浅はかな言動をしたことは事実。この場にいる薩摩藩を代表して謝罪しよう。私としてもこの場での戦いは避けたかった。そちらが引いてくれたことに感謝する。私は天霧久寿と申す者。次にまみえる時、互いが協力関係にあることを祈ろう。で脅せば容易に引くかと思っていた。あの者には俺の剣筋が読めていたよ。薩摩には厄介な相手がいるようだ。話の通じる点は救いかもしれん。歩き疲れたか。いや、構わん。ただあまり時間は割いてやれ。それでもよければ聞いてこい。
随分暑そうだな。そうか、具合が悪くなったらすぐに言え。無理をして倒れられても困る。暑さ自体は耐えられぬほどではない。ただは今日の夏は湿気が多く、気を抜くと刀が錆びてしまう。それだけが心配だ。早く秋になってくれぬものか。物が身を守る爪だから。すまない、今は巡察中だったな。急いで屯所に戻らねば。備前長船兼光。刀といえば備前刀、備前刀といえば長船という言葉もあるほど、備前には優秀な刀工が。今日現存する刀は備前刀が一番多いと言われていて、どうかしたか。笑われるようなことを言ったつもりはないが、もしや今の公爵に誤りでもあったか。では何故笑っていたのだ。あんたもその子たちに惹かれているということか。ならばその子たちも必ずやあんたの思いに応えてくれるだろう。さて、急いで屯所に戻らねばな。思った以上に時間がかかってしまった。今俺が刀に見とれて時間を無駄にしたことは、そう、あ、そうか。俺もまだまだ未熟だな。タイムよりも己の興味を優先させてしまうとは。どうした？何を笑っている？何を思い出していたのかは聞かずとも分かる。大方俺が店先の刀に見入ってしまい、タイムをおろそかにしたことを笑っていたんだろう。弁解などいらん。先ほどの所業はあんたに笑われても仕方あるまい。これでも反省はしている。同じ過ちは二度と繰り返さん。
急ぐぞ。副長が豚書で我々の報告を待っているはずだ。